ここからは大須価格調査隊です。今日は大須三丁目魚安商店からお届けします。廣中さん、今日もお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。ではまずはサバの価格を見ていきます。サバがこちらなんですけど、今日のサバね、またすごい丸々っとしていてふっくら立派なサバなんですよ。価格こちらです。はい、先週と比べるとマイナス300円で、今週1匹あたり1400円となっています。で、年末は寒波の影響などもあってサバ1匹2000円となっていたので、そう思うとかなり年明け、ね、そうですね、下がりましたよね。だいぶ下がりましたよね、うん、この影響としては何が影響しているんですか。やっぱり天気もいいですし、うん、小さいものから大きいものまで入荷が多かったので安定していると思いますよね、うん、天気がいいと、それだけ漁獲量も増えますから ね、 そうですね、全ての大きさが安定して価格も安定してくるということです。それにしても本当に立派ですからね、いろんな食べ方で楽しみたくなりますね。続いてマダイの価格こちらです。マダイも今回下がりましたね。 100g あたりマイナス200円で、今週 100g600 円となりました。マダイの下がった理由としてはどうですか。そうですね、やっぱり天気のもいいですし、うんうん、ちょっと暖かくなったので、うん、徐々に増えてきたかなっていう気はしますけども、うん、やっぱりいいものはどうしても 100g600 円ぐらいはするんですけど、このサイズでいいものだと400円ぐらい、あ、じゃあもう少し小さいものだともうちょっとこう価格も、ね、はい、変わってくるということですかね。でまだね、漁獲量は今1年の中でも寒い方ですけど、これから暖かくなってくるともっともっと増えてくるということです。そうですよね、はい、最後にもう一つ、去年ですね、まあ、1年間こう原油高の影響とかもあって全般的に高かったと思うんですけど、今年は廣中さんの予想ではどうなりそうですか。そうですね、去年よりは若干値打ちになるんじゃないかなと思ってますね。お魚そうなるといいですね、はい、ありがとうございます。以上、価格調査隊でした。